リンクの爆弾、スマブラ SP 発売当初、爆発条件がわからなすぎる。ということで、今回はリンクにね、アイテム引き寄せ、ガン詰めしてきました。そうするとね、見てください、もう見えてると思うけど、これ、我がペットのようにね、可愛くついてきてくれるわけよ。これめっちゃ和むでしょ、これ。スマブラ SP に今までなかったペット仕様。はい。ということで、今回は、ちょっと待って待って待って、ペット皆殺しにしちゃったけど、こういう風にね、まあ、ついてきてくるんで、今回これを使って、いや、もしか、いい感じに撮ってたよ。どう？これしかもね、いいところが、これ前髪がちょっとね、弱くなるんだよね。いいところかわかんないけど。まあ、だから、ま、距離が結構近めの相手にも、いけると。見てて。ここら辺じゃない？ほら。もう明らかに弱いんよ。どう？無理か。いや、当たってくるよ、そろそろ。爆発！いやー、くそ、今回は、相手にヒットしてしまったせいだが、まあ、いいでしょう。いや、いいよ。これだって、自ら近づいていけばいいからね。芸術は、爆発だ！こういうことができると。うん。いいじゃん、いいじゃん。これしかもね、これ判定がこうやって下投げした時に残ってくれて、ID ちょっかいかけてくれるっていうのも素晴らしいポイントなんだよね。で、基本的にはこういう風に遠距離で頑張ると。リンクはね、まあ、知らんけど、まあ、使える人は遠距離で戦うのが基本だと思うから。いやー、いい感じで挙動してたけど、無理だったな。ついてこい、ついてこい。立ち行くと。ふっ！いいね！うまく扱えてるよ！マジで。さあ、これも上に投げて、ここら辺でウェビドしちゃってねー！いいね！うわ、しろ！さあ、ここら辺投げて、ひょん！無理か。逆に相手遠く投げて帰ってくるところをさ、見計らうっていうのめっちゃいいよね、それも。コントロールできるっていうのが素晴らしいんだけど、まあどうせなら、自分でホーミングしちゃおうかな。ホーミング付きだよ。手動だけどな！キャラ変えました。正直ね、さっきのリンクのアイテム引き寄せ、なんか微妙じゃないって思った、そこの君たち。さらに強いのを持ってきました。はい、これディディのバナナは、これもう触ったら転んじゃうからね、さっきのリンクの完全上位互換だね、冷静に。はい、バナナが横スライドがすごいシュールな光景だけど、バナナ消えちゃったな。まあ、でもシンプルに DA、キャラが強いんだけど、まずリンクとは違ってね。さらに、あれ、引っかかってない方がいいっすよ。うん、こういう風にね、当たるだけで苦しいから、あんまり、もうむやみやたらに近づけないんですよ、相手は。うん、そうだからこういう風にもう波動拳をガンガンに打つしかなくって、さあ、ジャンプしてもついてくる、かわいい、いい子だね。滑れ、滑れ。くそ、最後まで追いついてくれなかったが、はい、オッケー、もうシンプルにここまで追いついていくと。こうしては、もうこっちは相手が触れた瞬間に撃墜あるのに。はい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 、灼熱はかわして、滑っちゃうよ！あ、もう滑る必要すらない。はい、DA でガードしても、はい、バナナが後ろから迫ってくるよと。これガチ強い。これガチ強いってマジで。え、もうこれ、みんなこれ痛くすね。もし、このスピード作ったら。このムーブとしては。はい、DA で、あ、くそ、バナナキャッチしちゃったな。あ、そういう結果もあるんだ。まあ、いいでしょう。はい。はい、OK！ くそ、地味になんか相手がかわすのが上手くてなかなか引っかかってくれないが。まあ、じゃあ自分から、当てに行っちゃおうかな。うん。そうね。当てに行っちゃおうかな。当てに行っちゃいもうかな。はい。ちょ、一回目ミスったのをごまかし切れてる、これ。大丈夫そう。はい、DA。はい、DA。転ばないけども、シンプル DA が当たっちゃうね。それはそれでいいわけよ、別に。全然ね。そっからコンボが繋がるからね。滑っちゃうよね、そういうことしたらね。あんまめくんだ方がいいっすよ。はい、これ、黄金の崖、崖展開やろうか。滑っちゃうね。こっち来るか？あ、来ない。結構強気の攻撃上がりじゃないか？強気っていうか、まあ、安定が素晴らしいことか、言ってもね。はい、もう一回バナナ投げて。はい、もう撃墜痛いなってしまったら、もう同じことを繰り返すだけっすよ。はい。転んじゃうよ！おっとっとっと。ナイスジャンプだね。なんか相手、対策がバッチリできたんだけど、この一瞬で。滑っちゃったね、滑った方がいいっすよ。はい、最後、フィットレにしました。フィットレも、こういう風にボールを身にまとうことができると。まるでね、サッカー少年だね。ボールは友達。サッカーやろうぜ！サッカーやろうぜ！全然ボールまだ扱えてないけど、ちょ、一回相手飛ばしてんの。ちょ、もう、病院って、もうやめ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 。ちょ、これさ、俺さ、対病院って嫌いなんだってシンプルに。でもさ、俺が病院って使ってるからさ、視聴者さんがやっぱ参考にしてくれて、すごいさ、病院って使ってくれるんだけど、俺、病院って苦手であんま病院ってやりたくないっていう、良くない現象起きてますね。はい、まあこういう風にボールを身にまとって、いつ打ってくるかわかんないね。ちょっと待って。ただこれ、ビュアって結構ボール体勢あるから、キャラ相性悪いけど、打ち上がり！当たんないか。まあ、もう一回ボール身にまとって、こっち横火で飛んでくるでしょう。はい、もうビュアってのことは完璧に分かってるけど、借りきれないか。くそ、掴むこともできないと。うまいね、ここ回避？オッケー、素晴らしい回避、ここ空母だ。はい、オッケー届けん！なんか煽られたんだけど、ふざけんなし。自分でも届くと思ったんだけど、なんか地味に届かなかった。まあいいでしょ、はい、オッケー。これ、返しのボールもね、多分ね、扱いやすいよ。こういうキャラな。ちょっと待って、これ。ボール身にまとってる時にさ、相手地上横び打ち得じゃない？冷静に。これあれな、ボール身にまとって地上横び誘うのがありだな。わかるよ。はい、横び打つだろうね。すべてお見通しなので、打て！はい、たまにはシンプルにやっていく。うまくかわしたな。なんだって？やばいやばい。相手の心理を読むの忘れてた。飛べ！めっちゃ飛びや。
なんか火力やばない？シンプル。ちょ、痛い。あの、俺だけスピリット、つけさせてくださいっていう風に言ってるんだけど。で、これ相手はスピリットつけてないんだけど、それが、ちょっとあれですね、アイテム引き寄せなんかよりも、なんかとんでもない、カオスな状況を生んでる気がしますね。はい。ボール出して、あー、なるほど、NB 打つんだ。NB は賢いな。普通になんか横火とかで突っ込んでくれたら楽なんだけどね。ありがとうね。うん、温泉に敷きの、これ。ちょっと待って、いや、今は横火打つなって普通に準備できてねえからさ。もう一回横火来るか。あ、OK。いや、無理だな。さあ、ボールを用意して、はい、横火が打ちたくなる、お前は。あ、空中横火か。まあ、それでもいいでしょう。まあ、台がなかったらね、横火の後付けなんで。カルの、簡単で、はい、横そばの後付け危ないよ。でかいよ、横そばの後付け。横火で来るか。はい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 。ちょ、しまいました。